疲れです。お願いします。皆さん、鼻の穴の、皆さん、鼻の穴の毛穴に悩んでませんか？僕はですね、もう悩みすぎて夏バテ。今回は、この鼻のブラックヘッド対策のスキンケアをしていきます。お願いします。いや、マジでね、結構僕、もう黒ずみ悩んでるんですよね。写真を置いておきましょう。こんな感じです。で、どんだけブラックヘッドが良くなるのかっていうのを、まあ、しっかり実感したいんで、この撮影のために1ヶ月間何もせずに放置してきました。いや、元々が悪いのに1ヶ月間放置ってマジで地獄。今日やるスキンケアは元々頻度は1週間に1回程度やってたんですよ。この日頃の習慣がすごく大事だと思ってるんですけど、まあ、1ヶ月放置しましたね。何回スキンケアをしようとしたことか数えきれません。でね、やっぱり最後にね、ビフォーアフターあるんで、ぜひ最後まで見てもらえたらと思います。それではね、早速やっていきます。今からする工程っていうのはできたら全部湯船の中でやってほしいなと思います。湯船に浸かりながらやった方が毛穴が開くんで、しっかりねケアを行うことができます。ただ僕は一旦風呂の外でやろうかなと思ってるんで、じゃん、タオルを用意します。このタオルを濡らしてレンチンしてきました。見てください、だし巻きタオル。これをね、鼻に熱っ、これを熱っ、マジで熱い。だいたいね、500ワットで1分したんですけど、マジで熱い。500ワット30秒ぐらいでちょうどいいかも。これを鼻に当てます。はい、これでね、毛穴をどっと開いていきたいなと思います。はい、で2、3分当てました。そしたら次、クレンジングオイル、クレンジングオイルを鼻に塗っていきます。いた、挟まった。これ無印のやつですね。マジで1ヶ月も放置してるからめっちゃザラザラしてる。乳化させていただきます。乳化させて洗い流してきました。次、これ酵素洗顔パウダー、これでね洗顔します。うん、めちゃくちゃね、これ粉状になってるんで結構こぼしやすいんですよね。うっ、いけてる。よいしょ、洗ってきました。いや、正直ですね、ここまででもだいぶ見違えるぐらい綺麗になってるんですよ。で、こっからがね、大本命。これでとどめを刺していく感じかな。マンデーズユー、まあ有名中の有名商品ですね。最近ドン・キホーテでもさ、結構見かけるようになって、すごいね。だからみんな買いやすいんじゃないですか。まあ、Amazon とかでも売ってますよね。これ液体なんで、コットンになじませて、それを鼻に貼り付けて放置するという技です。コットンなかったんで、ティッシュで。よしよしよし。コツはですね、あ、まだ半分あんで、大丈夫か？頑張れ。コツは、たっぷり使うこと。マジで。ケチったあかん。そんな毎日使うもんでもないから、ここぞという時にバリ使おう。びちゃびちゃやりすぎた。で、これをこうやって貼り付けます。まあ15分か20分ぐらい放置するんですよ。ただこれはマジでガチで湯船に浸かりながらやった方がいいんで、もうマジでほんまに行ってきます。湯船、これだけは譲れへん。で、まあ大体アニメ1本見てたら20分くらい経ってるんで、そんな感じですね。アニメ1本見てきますわ。文豪ストレイドックスでも見てきます。いた、はい、ノーマーブラックヘッドやってきました。お風呂で20分。カメラでは伝わりにくい部分もあるんですけど、ガチで実物見たらマジで変わります。ビビるぐらい変わる。ほんで、まあ上がったらいつも通りのスキンケアをしていきます。最近は視聴者さんに教えてもらったこのスキンケアをやってるんですけど、めちゃくちゃいい感じ、教えてくれてありがとう、マジで。スキンケアはこの後保湿して日焼け止めしてちょっと仕事行こうかなと思ってるんですけど、ブラックヘッドのケアどうでしたでしょうか。まあ、僕はだいたい週1ぐらいの頻度でやってます。何よりも継続、常日頃の習慣が大事だと思うんで、皆さんも継続してやってみてください。じゃあチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。他にもいろいろダーマペンだったりとか、スキンケアに関する動画上げたりしてるんで、よかったら見てください。バイバーイ。
ダーマペンから3ヶ月経ちました。よろしくお願いします。コールです。今日はダーマペン終わってから3ヶ月経ったけど、3ヶ月後の肌は一体どうなのかっていうことを皆さんにお伝えしたいと思います。コメントでダーマペン終わってからしばらく経ちますけど、肌が戻ったりしないんですかとか、どうなりましたっていうコメントをいただいたので、皆さんにお伝えしよう。